좀 더 클로. 아, 어, 좀 들어졌다. 어, 마지막에. キューバ人のシュガー・ラモスは1957年にプロデビューしました。翌年、対戦相手のホセ・ブランコを KO したのですが、ホセ・ブランコはその試合が原因で死去されました。シュガー・ラモスはその後、キューバ革命のためメキシコに亡命して試合を続け、勝利を重ねてWBA、WBC、世界フェザー級王者、デイビー・ムーアに挑戦いたしました。試合は中盤以降、シュガー・ラモスの強打がたびたびヒットし、王者デイビー・ムーアは防戦一方となるシーンが多くなっていきます。デイビー・ムーアは TKO 負けを喫し、ダメージが深刻ながらも試合後のインタビューを全ういたしました。しかし、この2日後に帰らぬ人となったのです。OPBF 東洋太平洋ライト級王者のキム・ズックはレイ・マンシーニの持つ世界王座に挑戦いたしました。王者のマンシーニは24勝19 KO 1敗と KO 率が高く、パワフルな戦い方からブンブンと呼ばれ、陽気なキャラクターもあって人気が高い世界王者でした。試合が得意なファイター同士の戦いは序盤から激しくぶつかりますが、パワーに勝る王者マンシーニが主導権を握ります。14ラウンド開始とともに、王者マンシーニは強い連打をヒットさせ、強烈な右ストレートでキム・ドックは
仰向けに倒れます。キム・ドゥックは意識を失い病院に搬送されましたが、4日後に帰らぬ人となりました。この試合をきっかけに世界戦は15ラウンド制から12ラウンド制に移行することとなったのです。WBO 世界フライ級王者フェルナンド・モンティエルが1階級上の世界王者ペドロ・アルカサールに挑戦いたしました。モンティエルはこの一戦の7年10ヶ月後に長谷川選手を KO し、長谷川選手から WBC 世界バンタム級王座を奪取するテクニックに秀でたボクサーです。攻守バランスの良いモンティエルが序盤からペースを握り、ロープに詰めてフェイントを交えながら上下に強弱をつけ連打を打ち込みます。敗れたアルカサールは敗戦直後は意識があったのですが、頭部に異常を訴え病院で診察を受けました。病院で軽い症状と診断を受けましたが、2日後の母国帰国直前にホテルの部屋でシャワーを浴びている時に倒れ、そのまま永眠したのでした。그렇습니다뭐지금소개가되고있죠자이제최우삼선심장을보여주고있는해리아몰선수인데요통산31.21승 6KO 를기록하고있WBO 인터컨티넨탈프라이級王者제요섬은한국王者東洋太平洋王座を獲得し、ライトフライ級最強と言われていたサマン・フォー・チャトロンから世界タイトルを奪取した打ち合いがとても強いボクサーです。世界王座は4度目の防衛戦でホルフェ・アルフェに奪われましたが、34歳になりながら世界王者をなお目指しております。チェの圧勝で試合が終わりかけますが、最終12ラウンドの終了前にアモルの強烈な右ストレートがヒットします。마지막에방심하면서자어최선을보여주면서고있는데요아이게웬일입니까예자순간적으로지금충격이있었습니다、네、試合終了後チェはリング上で倒れ意識不明となりました。結果は
3対0の判定勝ちで防衛となりましたが、意識不明のまま病院に搬送されました。クリスマスの試合から8日後の1月2日に脳出血による脳死と診断され、翌日34歳の若さで永眠されたのです。